はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、新しいニュースなんですけど、ちょっとスケールがでかい話で、まあ、日米ですね、脱炭素で日米がですね、世界をリードということで、まあ、バイデン政権と日本政府の方で、なんかこう会談してるみたいなんですけど、首脳会談ですね。で、その中でやはりですね、気候変動っていうのは結構今問題になってるんですよ。なんで日本が車は電気自動車にしなきゃいけないとか、まあ、いろいろな変革が起きてるんですけど、まあ、簡単に言うと異常気象多いですよね。で、まあ、夏、急に寒くなったりですね、冬急に暑くなったりとかっていうので、まあ、異常気象で結構、洪水とかで、やっぱり生産設備やられたりとか、やっぱサプライチェーンとかも結構打撃を受けるんですよね。で、新型コロナもそうですけど、なんで結構天変地異多いんで、まあ、その日本だけじゃなくて、全世界的な流れとして気候変動っていうのは結構大問題になってます。で、例えば、まあ、海面上昇とか含めて陸地が減ったりとかですね、まあ、結構めんどくさいで、ここできちっと方針転換をして、こうやって気候変動に対応できるような経済に作り直していかなきゃいけないというのがあります。で、そこでですね、気候変動の脅威っていうのは、まあ、結構やっぱ安定した経済を維持するためには、まあ、必須の技術なんですけど、現在の化石燃料を燃やしているような経済をそのまま使っていっちゃうと、まあ、この気候変動っていうのはどんどん悪くなっていっちゃうんで、まあ、中長期に見ると私たちの足元のそういったですね、経済が成り立たなくなっちゃうということなんで、まあ、かなりですね、このあたりは、まあ、脱炭素っていうのはまあ超大事なんですよ。脱炭素っていうのは気候変動ですね、二酸化炭素を減らして、まあ、簡単に言うとオゾン層とかですね、地球温暖化っていうところを改善しないと、ちょっとやべえことになっちゃうということも、すでにやべえことになりつつあって、結構すでに、ニュースで出てますよね。例えば最近近くの川、洪水、で水位上がっちゃって溢れちゃったりとか、以前だと簡単に起きなかったことが毎年のように台風が来ちゃって、そうなるとですね、工場とかですね、サプライチェーンとかやられちゃうんで、経済的損失が無視できないぐらいになってきちゃうと。で、実はですね、なんでこのチャンネルでこれを話してるかっていうと、まあ、今回ハイテク分野ですね、クリーンエネルギー技術後押しということと、あとで再生エネルギーですね、うちも注目していますけど、さらにハイテク分野っていうのも大事で、まあ、半導体とか、あと AI。で、そこでバイデン政権が言ってるのは、やっぱり量子コンピューターですね。なので、今後ソフトウェア、ハードウェアにとっては、まあ、人工知能とか、あと量子コンピューターってほぼ必須の技術。なんで、一国のですね、大統領が、まあ、名指しで量子コンピューターって言ってるぐらいなんで、まあ、量子コンピューターやらなきゃいけないんですよね。なので、こういったネットワーク技術、そして量子コンピューター技術、そして脱炭素社会。で、 AI、まあ、全部つながってるんで、まあ、これを機にですね、まあ、量子コンピューターも結構強化したいと。じゃあ国内も、まあ、かなり大手ですねの企業がやはりこういったですね、傾向にやっぱり同調して、まあ、富士通さんとか日立さんとかですね、 NEC さんというような大手の電機メーカーっていうのがもう急速に量子コンピューターシフトしてます。なんでここのあたりはですね、経済産業省と文部科学省っていうのは今まで方向性が全然違ってたんですね。文部科学省で、日本って結構学閥とか、やっぱり基本的にはやっぱ官僚社会なんで、まず官僚組織霞が関があって、で、御用学者って言ってですね、官僚の政策を裏付けるための、まあ、理論的なところを担当する御用学者っていうのがその官僚組織の下につきます。で、まあ、御用学者っていうのは、まあ、その官僚組織が文科省とか経産省とかで予算管理してますんで、まあ、その予算を管理して配分するということで、例えば文部科学省は今まで超伝導量子ビットですとか、というところに予算配分をしたんで、まあ、例えば文科省はゲートはやるけど、アニリンはやらない。じゃあアニリンがどこやるかって言ったら、経済産業省が、まあ、DA 部のニュースをもとに、NEC さんとかっていうところに予算配分をするっていうタイプですね。で、最近はですね、まあ、それがだんだん変わってきて、まあ、それはもちろんあるんですけど、まあ、富士通さんの方は理化学研究所とか東京大学ということで、超伝導量子ビット。そして、日立さんの方がシリコン量子ビットですね、今度は。なんで、NEC さんは超伝導量子アニリンクというふうにして、で、あと NTT さんは光マシンですね。で、東芝さんの方は、実験はマシンないんですけど、まあ、量子暗号の方ですね、の方をかなり強化しているということで、まあ、結構ですね、まあ、官僚組織はまだ続いてて、まあ、官僚の、経産省と文科省の計画にのっとって、まあ、超伝導とかシリコン型っていうのが、まあ、割り振られているという状況になっています。で、以前は文科省がゲート、経産省がアニリング。で、経産省はまだアニリングやってるんですけど、
やっぱ最近の傾向としてはムーンショットっていう内閣府があるんで、富士通さんの超電導とか、あと NTT さんの光マシンとか、あと、まあ目立つのがやっぱ日立さんのシリコン型ですね。で、特にシリコン型は、と、最近やっぱ世界の最先端ニュースで言うと、シリコン量子ビットっていうのがめちゃくちゃ注目されてますんで、今後はですね、やっぱムーンショットで言うと、まあ、日立さんのシリコンビットっていうのが相当注目が、まあ、上がってくると思います。あとですね、最近よくニュース出るのは、やっぱ光マシーンですね。光量子コンピューターっていうのも出てきますんで、NTT さんの光ゲートマシーンですね。東京大学と作ってるやつが、まあ、注目を、まあ、浴びるんじゃないかなということで、まあ、今後ですね、こういった、まあ、国単位の政策、そして、その国の内部での政策っていうのを読みがですね、めちゃくちゃ大事になってくるんで、まあ、このあたりですね、ニュースを読みながら、あ、これは文科省主体だな。こっちは経産省主体だな。じゃあ、この方式は超電導だな。シリコン型だな。光だな。っていうふうにして、割り振っていくのがいいと思います。で、まあ、以前、最後まとめになりますけど、日本だと、まあ、日本以外でも4種類ハードウェアを覚える必要。一つは超電導方式ですね。もう一つがイオントラップ。で、もう一つがシリコン量子ビット。そして最後の一つが光量子コンピューター。で、この4種類覚えればいいです。ただ、日本の場合ですね、イオントラップを産業化っていうのはまずないので、産業が参入難しいです。で、イオントラップに参入するぐらいだったら間に合わないんで、一応ムーンショットでやってると思うんですけど、多分研究で止まっちゃうんですけど、産業化っていう意味で言うと、次の産業化はですね、超電導はもう産業化進んでるんで、こちらは富士通さんがやるということになってますし、ゲート型は富士通さん、アニリン型は NEC さんがやると。ただ、今後の産業化で肝になっていくのが、一つは光量子コンピューター。そして、一番重要なのが、その半導体量子ビットですね。既存半導体を使った量子ビットということで、日本が注目すべきは3種類ですね。超電導、シリコン量子ビット、光量子コンピューター。この3種類なんで、まあ、この3種類ですね、覚えておいて、特に、超電導は、富士通、NEC、まあ、スパコン系ですね。で、シリコン量子ビットは CMOS のシリコン。で、日立さん。で、光マシンは NTT さんというふうにして、まあ、結構割り振りが分かりやすい。で、イオントラップは、まあ、今のところ日本だと多分参入がないということなんで、まあ、この3種類の量子コンピューターの行方をですね、まあ、どういうふうに進めるかっていうのを、まあ、ニュース見ながらですね、こういった国の方針と、まあ、合わせて理解することで、かなり正しくですね、方向性を予測することができるというふうになると思いますので、まあ、ぜひですね、このあたりを注目してみてください。はい。じゃあ今回は以上です。